単純化した公文僕伝統的な文のダイアグラムアメリカバイソンニューヨーク州バッファロー史概念を解説した漫画バッファロー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 は文法的に正しい英文で同音異義語を呼び同音異字がいかに難解な公文を作り出せるかを示した一例であるバッファロー大学准教授のウィリアム・ジェイ・ラパポートが 最初にこの文を示した1972年以降、たびたび処分権で議論されている。1992年には、ラパポート自身によって、言語学分野のインターネット情報源、リングイストリストに追加された。また、スティーブン・ピンカーの1994年の著書ザ・ランゲージ・インスティンクトによって取り上げられた。この類の文は、 ここまで洗練された形ではなかったにせよ、古くから知られていた。古典的な例に、ことわざのドンと、トラブルトラブルアンティルトラブルトラブルズユーがある。この文では、一文中にバファローの単語が三つの意味で用いられている。単語が出てくる順番に、上記の略称を用いて、それぞれのバファローに印をつけると、次のようになる。 バッファローク、バッファロー、バッファローク、バッファロー、バッファローブ、バッファローブ、バッファローク、バッファロー。つまり、瀕死に気をつけながら読めば、この文は、バッファローの地に暮らすバッファローたちの社会的階級に、見られる上下関係を描写したものとして、解釈することができる。ゾーズ、フームバッファロー、ゾーズバッファローフロムバッファロー。ザットアレインティミデーティッドバイバファローフロムバファロー。 インチミダテバッファローフロムバッファローバイソンフロムバッファローニューヨークフーアレインティミデーティッドバイアザーバイソニインザーコミュニティオルソーハップンツーインチミダテアザーバイソニインザーコミュニティ動物のバッファローを人間に置き換え動詞のバッファローをインチミダテに置き換えればこの文の理解はより容易になるであろうバッファローピープル フームバファローピープルインチミダテ、オルソーハップンツーインチミダテバファローピープル、文の意味を変えないように、動物のバファローの代わりにバイソンを、動詞のバファローの代わりにブリーを用い、氏名のバファローをそのまま残せば、次のようになる。バファローバイソンバファローバイソンブリーブリーバファローバイソン、バファロー、バイソンフームアザーバファローバイソンブリーゼムセルブス。ブリーバファローバイソン。 この文の構造を、さらに理解するためには、バファローバファローを何でもいいから、他の名詞句に置き換えてみればよい。他のバファローバファローを怯えさせる、バファローバファローを指す代わりに、アレイキャッツ、ジャンクヤードドッグズ、スワー,ーラッツを使ってみよう。するとこの文は次のようになる。アレイキャッツジャンクヤードドッグズインチミダテインチミダテ、スワー,ーラッツ、上の文が、 バッファロー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 と同じ文構造意味を持っているのである。同二字による分かりにくさのほかこの文は以下の理由により語法を理解するのが難しくなっている。動詞のバッファローがあまり一般的でない上にこの語自体が複数の意味を含んでいる。名詞のバッファローの複数型にバッファローズを用いー 単複同型として、動詞のバファローや、地名のバファローと同じ形をとっている。バファローの複数型は、バッファローズでも良いのにもかかわらず、あえて動詞と同じ形を持つバファローを含んでいる。文中に、漢詩や明確な複数型など、公文上重要な手がかりが存在しない。カンマを打たないことで、文の流れがつかみにくくなっている。結果的に袋小路文、つまり、 文を読み返さずに、さっと読んだだけでは、意味を捉えることができなくなっている。この文では、ある集合についての前哨的な序述を行っているが、そこからさらに第二の集合を導き出している。この第二の集合は、当初の集合と同じものとも違うものとも、解釈可能である。大文字を無視すると意味の判別が曖昧になる。形容詞のバファローには、 カニングという意味もあり、この用法によって文を解読すると次のようになる。バッファローバイソン、ザットバイソンブリー、オルソーハップンツーブリーカニングバッファローバイソン、関係施設が中央に埋め込まれており、理解しにくくなっている。この文は次のように拡張することができる。バッファロークバッファローバッファロークバッファローバッファローブ、バッファローブバッファロークバッファローバッファロークバッファロー。 バッファローブまた、同音義語を持つサブスティチュートを使った場合でも、同じことが可能である。代理の、代用の、代わりのという形容詞で、以下の文中ではの補欠選手を就職している。代理人、身代わりなどの意味を持つ名詞であるが、ここでは意味の想像を容易にさせるため、補欠選手とした。動詞のサブスティチュートで、交代する、取り替える、代理させるという意味があるが、 その三種は、全知詞法を必要とするためここでは使用しない。そこで、代用するを使うことにした。また、この単語は、科学用語で、置換するという意味も持つ。サブスティチュート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 。以上の場合。 主語と目的語が動詞を中心にバランスを保っているのである。つまり、チョムスキーの文法理論に従えば、いかなる N1 に対しても、文、バッファローンは文法的に正しい。最も短いバッファロー1は、バッファローで、ブリーいじめろ。ルック、ゼア,アレバッファロー、ヒア、おい、ここに、バッファローがいるぞ。ビホールド、ザシティオブバッファロー、見ろ。バッファロー氏だ。 といった意味になる。バッファローの繰り返しのみで文法的に正しい文章を作る発想は20世紀に何度か独立して発見されている。記録として残る最も古い例はバッファローバッファローバッファローバッフ,ファローであり、トミトリ・ボーグマンが1965年に出版した著書ランゲージオンバケーションのオリジナル思考に掲載されていたが、これが掲載されるはずだった章は 印刷時には省かれてしまった。2年後の1967年に、ボーグマンが、著書、ビヨンドランゲージ、アドベンチャーズ・インワード・ソートを出版する上で、この省かれてしまった章からの再利用が行われ、この時に、バファロー公文も採用された。1972年、当時インディアナ大学の院生であったウィリアム・ジェラパポートは、 バファローが5回続く例文と10回続く例文を考案した。その後教団に立ったラパポートは両方のバージョンで教授し、1992年にリングイストリストにこれらを投稿した。1994年にスティーブン・ピンカーが出版した著書言語を生み出す本能では一見馬鹿げているが、文法上正しい文章の例として、 バファローが8回続く文章を掲載された。ピンカーはこの文章の考案者として、自身の学生であるアニー・センガスの名を明かした。当初、ラパポート、ピンカー、センガスの三社は、より古い例に気づくことはなかった。ピンカーがラパポートの事例を知ることになったのは、1994年になってからだった。そのラパポートも、2006年まで、 ボグマンの文章への見識がなかった。ありがとうございます。